はい、皆さんどうもこんにちは。今回の紹介は購入品を紹介していきたいと思います。 1D&Uponです。はい、まず1点目を紹介したいと思います。1点目はこちらです。ちょっとすみません。よかったね、エッフェルトのこういうなんか小物みたいなこういうものを購入してきました。はい、こちら飾り物ですね。これはセリアで購入しました。セリアにこういうものが売っていたなんてとっても嬉しかったです。はい、はい、次こちらのメモ帳を購入しました。こちらはレース付箋ですね。これは何枚入ってるのかな、100枚入ってるのかな。これはなんか可愛かったので購入しました。このバージョンでピンク色もあったんですが、まあ、ピンク色はこっちの方がいいかなと思ってこっちを購入しました。黄緑があったら嬉しかったんですけど。はい、次3点目はこちらです。これは前購入させていただいた購入させていただいた同じ会社で作ったものですね。こちら卵アメーバーっていう、こちらはこういうなんかドロッとしたものなんですけど、こちらはこういう 丸っこくてこれプニプニしてるんですよ。でそしてそうなるとこうなりますね。こうちょっと黄身が出てる感じに なりますね。でこんな感じです。はい、なのでこのバージョンはちょっと違かったので購入してみました。でこちらと同じくこちらも遊んでみた動画を撮りたいと思います。なのでぜひ見てみてください。こちらも、動画出したのでぜひ見てみてください。はい、次はこのケースです。あ、ここのシールあった。このバージョンでこちらバージョンもありますね。これちょっとシールです。このバージョンもありましたが、まあどういう、なんか何かの理由でこれを購入しました。まあそちらは、こちらですね。これはアクアボールですね。こちらを入れたくって、私黄緑がめっちゃ大好きなので、こちらを入れたくって購入しました。はい。今日の購入日に、時間がありましたら、こちら入れていきたいと思います。入るかな?入りました。はい。次がこちらです。これはワクワクぴったんこシールで入れちゃおうシリーズ。これはパン屋さんですね。シールを貼ってパン屋さんを作ろう。これ結構可愛かったので購入しました。もこれとか可愛いですね。紙粘土を作るときにこちらをちょっとね参考して作ってみれたらいいなって思っています。はい、はい、ないな。はい、次ないですね。はい、じゃあ今回はまあ購入品はこれで以上なんですけど、こちらの中にこれを入れていきたいと思います。はい、まずはこちらのハサミで切りたいと思います。ちょっとね、こちらボール切らないようにしなきゃいけないって。出てきた。ちょっと匂いはどうなんでしょう。あ、匂いはしないですね。トゥルトゥルしてますね。こちら初めて買ったので、ちょっとどんな感じなのかわかんないんですけど、こんな感じですね。気持ちいいですね、トゥルトゥルしてて。はい、じゃあそれでは入れていきます。はい、じゃあちょっと見せてみます。ちょっと見えなかったらすみません。ちょっとこの白いのが、はい、入れていきます。いきます。おお、え、これ弾く、あ、弾きますね。あ、すごい弾きます。これわわわわわわあ、なんか面白いですね、これ。なんかお米、あ、で、汁が出ると。
ペース置きすぎちゃいましたね。空っぽです。はい、結果こんな風になりました。ずれた。とっても綺麗ですね。でちょっとなんかどれかは忘れちゃったんですけど、どれかなんかひびが入ってて欠片が一つありました。なんか気持ちいいですね。はい。でこれでなんか水で大きくなるっていう、このこういうボールがあるんですけど、私が購入したものは水で大きくならないものですね。これはなんだろう偽物のなんか花みたいなものをこう刺してこう可愛く飾るっていうものでしたね、私が購入したものは。でこれをどこに置くかってことを今からちょっとね紹介したいと思います。とこちら棚ありますよね。でこちらのここには物を置くので、ここら辺にちょっと飾りたいなって思います。でこちらのクリップはちょっとねどこに置くか考えておきたいと思います。はい、まあ、こんな風に置きたいと思います。でこんな風にですね、はい、ちょっと綺麗ですね、こちら。ちょっとねアップでお見せするとこんな感じですね。でこちら透明なので、こちらのね下のマークのものが透けて見えますね。でこちらの袋のところに説明が書いてありました。これはこぼしても楽に取れるようになっていると書いてありました。あ、ちょうどこちらのエッフェル塔も立てられますね。はい、でまあこちらは次の動画くらいに紹介していきたいと思います。はい、じゃあそれではバイバーイ。